といえばトラビス・スコットにもデニス・スコット、バイロン・スコットということで、今日も始まりましたデレピオル社のスニーカーと NBA ということで、早速やっていきましょう。今日紹介するスニーカーはこちら、デン、はい、あの箱でございます。まあ、箱の説明もしたいのでこちらで名前を言っちゃいましょう、ジョーダン11コンコルドでございますということでですね、はい、おっさん世代には馴染みある箱の、デザインとなっております。ただ、当時なんですけど、これ、コンコルド、まあ、当時でいう白黒ですねと、真っ白はこの箱で発売されたんですけど、黒赤、ブレッドですね、今でいう黒赤はなぜかわかんないですけど、あのナイキの茶色いやつで、茶色と赤の数種ラインの方の箱で発売されております。これは未だになぜなんだかちょっとわからないですが、その1種類だけ数種ラインで発売されております。では開けてみたいと思います。よいしょ、はい、開いてました。うわ、オーラが違いますね。はい、では行ってみたいと思います。今日紹介するスニーカーはこちら、ジョーダン11コンコルドでございます。イエーイ、ということでですね、素晴らしいですね。で、かかとに45番が入っておりまして、かかとのジャンプマンのところのレザーもね、かなり高級感あっていいんじゃないかと思います。で、何を、まあ11といえばですね、やっぱここのパテント部分ですね。まあ最近で言うと、ちょっとこのパテントの部分が幅が広いんじゃないかみたいな感じになってますけど、まあ、広くても僕は細くてもかっこいいと思いますね。で、裏はね、いつもそうカーボン素材ですね、こんな感じで。はい、待望の復刻ではないんですね。何がすごいかっていうと、このコンコルドなんですけど、今回初めての発売になりますね。いやいやいや、待ってくださいよ、コンコルド結構出てるじゃないですかと。はい、コンコルドは結構出てるんですが、このかかと45番が入ってるコンコルドは、今回初めての発売になるんじゃないかと思います。ってことでね、そちらをちょっと説明させていただきたいなと思います。まずジョーダン11が初めて、人目にお目にかかったのはですね、1995年5月7日の、カンファレンスセミファイナル第1回戦のオーランドマジック戦ですね。まあ、当時のオーランドマジックといえば、もうバリバリのアンファニー・ハードウェイとかシャーキール・オニールがいてね、結構若手でイケイケだったんですけど、そこで初めてこちらの11がお目にかかります。じゃあなんで、そこで初めてになったかと言いますと、そもそも、95年プレーオフなんで、シーズン的には94、95シーズンになるんですよ。その時のジョーダンといえば、ジョーダン10を履いてるんですね。復帰したばっかですね。で、ジョーダン10はですね、ジョーダンが一切、デザインには関わってないんですね。なのでジョーダン自体も10はあんま好きじゃなかったんじゃないかって噂があります。で、復帰したばっかなんで、まあボールも手に馴染んでなくて、結構シュート外しますね。なんかフィールドゴールパーセンテージは、まあ全盛期に比べたらその当時は良くなかったですね、そのシーズンは。で、点数が入んなかったりすることをですね、バスケットボールの神様、ジョーダン10、要はスニーカー、バスケットボールシューズが悪いと言ってですね、プレーオフで急遽こいつが出てくるんですね。で、当時45番で45ということで出てきてるわけですよ。で、その当時なんですけど、ブルーズのチームメイトは黒のバスケットボールシューズを履いてたわけですよ。で、当時の NBA はチームで同じ色の、バッシュを履かなきゃいけないっていう規定があったんですよ。で、見ての通り、これ白が多いじゃないですか。ということで、これは確かね、ジョーダンはね、罰金を払って、こちらを履いて、試合に臨んだんではないかと思われますね。で、なぜかわかんないですけど、第3戦にですね、11の、黒白、まあこれ白黒、黒白が出てくるわけですね。で、それは、まあ黒を基調としてるので、罰金を払わずに試合に出ることができたんですね。その当時の黒白が、まあ、今でいうスペースジャムではないかと思われますね。で、何がすごいかというとですね、ここ45番じゃないですか。で、これ一般販売されるときは、ここ23番になって販売されてるわけなんですよ。だからこれは待望の新発売ということになりますね。もう、萌え萌えですね、おじさん世代には。はい。ということですね、そこからまあ普通に96シーズンになって、72勝10敗っていう偉業を成し遂げて、まあ、ジョーダン11が爆発的に売れるというわけなんですね。はい、ということでね、今日はこの辺で紹介を終わりたいと思います。はい、今日紹介したスニーカーはジョーダン11コンコルドと、こいつは初めての発売だったでした。